サー・アイアン・マーレー・マッケランは、イングランド出身の俳優である。1988年にゲイであることを公表し、LGBT の権利擁護キャンペーンを行っている。舞台と映画の両方で活動し、シェイクスピア演劇や現代劇、SF、ファンタジーなど幅広いジャンルに出演している。BBC は、マッケランの演技力は、英国の舞台と映画の双方での居場所を彼に、 保障していると評している。英国のあらゆる演劇賞を受賞したマッケランは、英国における文化的な象徴とみなされている。エミー賞受賞式に出席したマッケランとマーガレット、朝百9 3 9年に、ランカシア・バーンリーの土木技師、デニス・マーレー・マッケランの第二子として生まれる。マッケラン家は、アイルランドの出身で、祖父は説教者であり、祖,祖父、ジェームズ・マッケランも、 アントリム県の牧師だった。1939年9月、第二次世界大戦直前にウィガンに移住する。マッケランは12歳まで同地で暮らし、父の昇進に伴い、ボルトンに移住する。戦争の経験は、マッケランに深い影響を与え、後年、平和になって、ようやく戦争が非日常であることを認識したと語っている。また、 アメリカ同時多発テロ事件が発生した直後の取材でマッケランが落ち着いた様子だったことを記者が指摘した際にはあなたは忘れていますよ。私が4歳まで鉄板の下で眠っていたことをねと答えている。12歳の時に母と死別し、24歳の時にはとうとうも死別した。マッケランはボルトンスクールに入学し、ボルトンディトルシアターで演劇キャリアをスタートし、 ボルトン・リトル・シアターは、現在もマッケランのパトロンになっている。マッケランの両親は、早い時期から息子に演劇を進め、彼が3歳の時にマンチェスター・オペラハウスの、ピーター・パンの演劇を店に行っている。9歳のクリスマスの時には、ポロック・玩ング博物館の木製の折りたたみ式の、ビクトリア劇場、シンデレラとローレンス・オリビエのハムレットの切り絵を、プレゼントされた。 1958年に奨学金を得て、ケンブリッジ大学セントキャサリンカレッジに進学し、英文学を専攻した。在学中は、マーロー協会のメンバーとして3年間で23の演劇に出演した。レスタースクウェアにあるマッケランの手形左からマッケラン、ビリー・クラダップ、パトリック・スチュワート・ケンブリッジ大学、地域のレパートリーシアターで4年間活動した後、 ウェストエンドシアターでの出演を果たした。1965年にはローレンス・オリビエが活動拠点としていたオールドビッグシアターに出演し、1969年にはエディンバラフェスティバルでシェイクスピアのリチャード2世、クリストファー・マーローのエドワード2世に出演し、特にエドワード2世では同性愛者であるエドワード2世の残殺に抗議するパフォーマンスを行い、話題を集めた。 1970年代から1980年代にかけてマッケランは名優としての地位を確立した。この時期にはロイヤル・シェイクスピア・カンパニーやロイヤル・ナショナル・シアターで頻繁に出演し、数多くの賞を受賞した。1990年にはナイトに叙訓され、サーの称号を得ている。舞台だけではなく映画にも活躍の場を広げ、1981年に プリースト・オブ・ラブのデイビッド・ハーバート・ローレンス役で初主演を果たした。1990年代に入るとハリウッド映画にも出演して世界的な認知度を上げ、1993年の私に近い6人の他人では演技力の高さを絶賛された。同年に出演した運命の瞬間、そしてエイズは蔓延したではキャブリース・アワードの女演男優賞を受賞している。 1995年には、リチャード三世で、リチャード三世役として主演した。もともとは演出家のリチャードエアーが手掛けて、ロイヤルナショナルシアターで上演された作品で、同作で主演を務めたマッケランが、脚本、主演として映画化したものだった。マッケランは、同作の成功により、第53回ゴールデングローブ賞のドラマ、部門主演男優賞。 英国アカデミー賞の主演男優賞、脚色賞にノミネートされ、ヨーロッパ映画賞の主演男優賞を受賞した。2000年代に入ると、X-Men にマグニート役で出演し、以降2014年の X-Men、Men、Future and Past までシリーズに出演している。2001年には、ロード・オブ・ザ・リングで魔法使いガンダルフ役を演じて、アカデミー助演男優賞にノミネートされ、 ロード・オブ・ザ・リングシリーズ・ホビットシリーズに出演している。2006年に、エキストラ、スターに近づけ、で、ゲイの演出家を演じ、プライム・タイム・エミー賞のコメディ部門女演男優勝を受賞した。また、同年、ダビンチ・コードで、リー・ティー・ビング役を演じるが、同作は、イエス・キリストの描写をめぐり論争を呼んだ。マッケランは、取材で同作について、私は、 聖書の前に手を置き、これはフィクションですと唱える必要があると考えました。この映画は事実ではなく、愉快な映画です。観客は事実と虚構を分けて考え、それを話し合うのに十分な賢明さを持ち合わせていますと述べている。2012年のロンドンパラリンピックでは、テンペストのプロスペロ役として開会式に参加した。 LGBT のパレードに参加するマッケラン・マッケランは舞台俳優として活動を始めた頃から同業者の間ではゲイとして知られていたが一般に周知されるようになったのは1988年に BBC ラジオで公表してからである。俳優の道に進んだ理由もゲイが多い業界であったからというものである。1994年にはゲイゲームズの閉会式で舞台に立ち、 私はサイヤン・マッケランです。しかし、皆さんは私をセレナと呼ぶことができますとスピーチしている。セレナは同じく同性愛者のスティーブン・フライからナイトを除君した際に与えられたニックネームである。マッケランは各国の LGBT 擁護運動に積極的に関与しており、ウェブサイトでは私は今まで各兵器廃絶、無心論、死刑反対、 エイズ撲滅といった問題に参加することを拒んでいました。それは私が最も懸念する緊急の問題に対処するための影響力が薄まることを危惧したからですと述べている。また、LGBT 権利運動を行うロビー団体ストーンウォールの共同設立者となっており、この団体の名称はストーンウォールの反乱に由来している。2006年に LGBT 権利団体 LGBT ヒストリー、マンスト設立者のスー・サンダースへの支援を表明し、2007年には若年者やホームレスの同性愛者を支援する団体、アルベルト・ケネディ・トラストの設立を講演した。同性愛をカミングアウトしたのは、1988年に議会で同性愛者の人権を制限する法案が持ち上がったためである。マッケランは、 法案に反対する運動に参加し、BBC ラジオ3の討論番組でペレグリンワーストホーンとの討論中にゲイであると公表している。また、恋人と二人で法案に反対するデモ行進に参加した。しかし、法案は、スコットランドでは2000年まで、イングランドとウェールズでは2003年まで適用されていた。2003年、マッケランは、ハブ、アイガットニュースフォーユーの パネルショーに出演中、同性愛反対派のマイケル・ハワードに28条について意見したが、ハワードは意見を変えることを拒んだ。これに対し、マッケランは、ファックオフ、私はゲーだ。と反論している。また、28条を立案した、デビッド・ウィルシャーとジル・ナイトを醜い指定と罵倒している。イアン・マッケランとパトリック・スチュワート1964年に、 ボルトンの歴史教師ブライアン・テイラーと交際を始める。彼との関係は8年間続いたが、1972年に別れている。二人はロンドンに居住し、マッケランは俳優の道を追求した。1978年には第二のパートナーとなるショーン・マティアスとエディンバラフェスティバルで出会い交際を始めるが、1988年に別れている。 マティアスは、その後、2009年に、マッケランが監督した、五道を待ちながらに出演している。一家は厳格なキリスト教徒だったが、マッケラン自身は無心論者だった。1980年代以降は、肉食を止め魚しか食べなくなった。2006年に、前立腺がんと診断される。2012年にはブログで、警戒する必要はない。定期的に検査しているので、 治療の必要はないと述べている。2013年に X ・メンシリーズで共演したパトリックス・チュワートと彼の恋人サニー・オゼルの結婚を祝福するため宇宙生活協会の牧師となった。2014年6月18日にはケンブリッジ大学の名誉博士号を授与されている。ありがとうございます。